ザガンは、オーストラリアのアデレードからアリススプリングスを経由し、ダーウィンを結ぶ、長距離旅客列車で、オーストラリア大陸の縦断列車である。ジャーニービヨンドレールによって運行され、アリススプリングスでの4時間の停車を含めて 2979km の距離を補充4時間かけて走る。列車の名称は、ニックネーム、ザ・アフガンエクスプレスを省略したものである。 由来は二つの説があり、1923年に上院の一人であったアフガニスタン人から命名された説と、19世紀後半にラクダをオーストラリアに持ち込み、内陸部の探検を手助けしたアフガニスタン人から来ているという説である。2012年3月31日まで有効の時刻表において、アデレード発は日曜日と、水曜日、ダーウィン発は、 月曜日と土曜日の往復週2本である。到着は翌々日。基本的に乗車ごとの打ち切り計算であるが、アデレードでインディアンパシフィックやジオーバーランドに乗り換える場合の、運賃が別に設定されている。大人、子供、学生、バックパッカー運賃の設定がある。鉄道建設の構想は、植民地時代には存在しており、1878年に、 ポートオーガスタで開始された難工事が13年間続いたものの、資金難のため頓挫する。1911年に連邦政府がプロジェクトを引き継ぎ、1929年にアリススプリングスまで線路を伸ばすも、さらに北方線420キロカナタにあるダーウィンまでの線路を完成させる計画は棚上げとなった。ザガンの旧ルートサウスオーストラリア州知事のウィリアム・ジャー・ボイスが、 ポートオーガスタで着手したのと同時に、1878年、その後オーガスタへの政府ゴム鉄道として知られることとなる鉄道の建設が始まった。サンフィート6イン路線路は、1880年6月にホーカー、1881年7月にベルターナ、1884年1月にマーリー、そして、1891年1月にウドナだったへ到着した。 アリススプリングスへの開発は1926年まで始まらず、この区間は1929年に完成した。それまで列車による旅行の最終工程は依然としてラクダにより行われていた。ダーウィンまでの路線の延長は初めから計画されていたが、この時までにアリススプリングスへの接続が完成し、ザガンは赤字となっており、 ダーウィンへの延長計画は不定とされた。元々のザガンは電線と同じルートで続いており、1862年にジョン・マクドウール・スチュアートがオーストラリアを横断する間に彼が考えたルートである。第二次世界大戦中、SL による列車運行本数が大幅に増加し、限られた水の供給源への負荷が増すことになった。その結果、井戸水を使用できるようにするため、 鉱物分除去タワーが線路に沿って建設され、現在でもいくつか残っている。1970年代に新しい路線が建設された時には、機関車が DL になっていたために、水の必要はなく、これによりタークーラからアリスススプリングスまでの区間を水のない経路に路線変更できることになった。オリジナルのザガンは1980年に最後に走行し、現在は、 古い狂気区間や側線の回収を行っている座岩保存協会の手で保存されている。1980年10月まで南オーストラリア州タークーラカラーリススプリングスにかけての新しい標準機は開通せず、この日から列車は今日と同じ機関となっている。新しい線路は雨によって流されるのを防ぐため、旧線路のおよそ 160km 西を走っている。 新しい線路によって列車がより時間通りに運行されることが望まれた。現代のザガンはチャンネル後の最新のエピソードエクストリームレールウェイズで登場した。アリススプリングスダーウィン間の建設はスノーウィー山脈計画以来50年で最も大きく、オーストラリアで2番目に大きい土木プロジェクトであると位置づけられた。路線建設は2001年7月に始まり、 126年の計画停滞の末、13億オーストラリアドルの予算をかけ、最初の旅客列車が2004年2月4日にダーウィンに到着した。ザガンのダーウィン到達は、州内のアボリジニコミュニティへのアクセスをより便利、簡単になり、ノーザンテリトリーの観光の新時代を築いた。この列車により、この地域を通っての輸送が可能になり、ダーウィンは、 アジアとの貿易関係で結ばれる見込みである。セカンドクラス食堂車アリススプリングス駅でのダガンザ、ガンの塗装が入ったパシフィックナショナル NR74 車内設備は大きくゴールドカンガルーサービス、レッドカンガルーサービスに分かれる。なおレストランやラウンジもゴールドカンガルーサービス、レッドカンガルーサービス別々に用意されている。蒸気とは別にチェアーマンズカーと呼ばれる。 プライベート車両の連結を依頼することもできる。ありがとうございます。